マスギムスと、はい、マスギムスと、はい、マスギムスと、そうだね、はい、じゃあ行きましょう。はい、ということで今日はね、パズドラやっていきたいと思います。はい、はい、ランクな、ランクね、152。最近ね、全然上がってませんね。俺も全くやってない。やってない。俺ちょこちょこやってるんだけど、なかなか上がんないかなっていう感じなんですけど、はい、ということで今日からドラゴンボールガチャ、これ2回目ですよね。ドラゴンボールガチャがやってるらしくて、これやっていきたいと思います。セルとベジータがなんか今度いいらしい。前は何がいた？前は悟空も、あ、ナミク星の変化。そう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 。で今度はご飯変化。そう、セル変化。あ、ご飯もいいみたいなことね。結構あやふやな情報だけどね。なるほど。聞いたんで、で今回5回僕できるんですよ。だから1匹ぐらい当たるだろう。1人ぐらい当たるだろうと思う。何が当たりなの？ご飯かベジータか悟空かなどなどセルか。ということで1回目いっちゃいます。ドラゴンボールガチャ。いやでもね、俺も全くやってないから何が強いの？回す。いやでもこれは、あ、やっぱこれがかっこいいよね。いきます、ゴー。いや何が強いのか、これもね、あー銀だ。あ、銀、あ、そうか。あ、おお、すげえ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 。17号、攻撃タイプ、ドラゴンタイプ。敵一体に攻撃力250倍の非属性で攻撃をする。4コンボ以上で非属性の攻撃力が3倍になる。なるほど、なるほど。マックスマスケ、マックスマスケ、なんだそれ。はい、ということでね、2回目はね、ダンテにやってもらおうと思います。お願いします。出してくれ。はい、おい、来い、出してくれ、出してくれ。ギャリックホーおーおー、怖い。あー、ダメか。モンスターだったらさ、まあ、ね、金絶対やけど。そうなんだよ。でもね、ありがたみもまた違うんだよね。違うんだよね。金が出た瞬間にもう嬉しいからね。じゃあ3回目回す。来い。裏返っちゃって、来い。え、重量じゃない。あー、ダメか。これちょっとひどくない？マジで3連続だよ今。4、5回やっちゃうぜ。やるやるやる。連続17号。いやいや、狙わないよ。次なんで、お願い。次こそ出して、お願いします。4回目。これで5回も17号出たらちょっと疑おうぜ。ちょっと疑おう。17号しか出ねえんじゃねえのか。オッケー、くぜ、来い。ギャーン。よしよしよし。うわぁ、えぇ、ああ、うそー。あ、待って、え、リーチ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 だけど、リーチじゃないよこれは。やばい、これできたら、これできたらどうする。じゃあこれで来たらなんか決めるぜ。そうだね。じゃあこれで何、パズドラ卒業とか。いや、パズドラ卒業は嫌だよ。これ来たらどうしようか。いや、おかしいよ、思いつかないよ。まあでも、もう一回で5回やって、僕らでも17号とかないでしょ。いやいやいや、ないから。いや、じゃあ、ラストいくよ。よし、回す。来い、おい、来い。で、うそ。おお、あ、なんだ、中途半端だ。このまんまね、17号来たら面白かったのに。ミスターサタン。敵の攻撃頻度を少し下げ、敵一体に自分の攻撃力分の攻撃をする。リーダースキル入手行員が少し増える。めっちゃ当たんないね、キム。やっぱ当たんないね。ということで、そんなやっぱ甘くないと。ドラゴンボールコラボは課金しよう。いやー、やめよう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 。はい、ということで、なんかこの期間中にもう一回ぐらいできたらいいなと思います。はい、ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ということで、以上マソゲームズでした。バイバーイ。以上マソ TV でした。バイバーイ。バカにしてるよね。